ベーシストの時江です。ロザリオス、あとは21年ぶりにアジコの活動を、やったりしております。あとはいろんなセッションだったり、まあ、サポートのお仕事などをしております。今日は、EQD のボードプーですって、ボードの説明をします。じゃあ今日のセッションの、ペダルボードの経路の説明なんですけれども、私のボードはアップライトとエレキベース両方分が一つに入っていまして、まあ、こっから右側は全部アップライト、そして、左側はエレキベースになっております。まずこの素の状態だとこんな音。で、トーンジョブを入れます。まあ、基本音色作りはアップライトもエレベもトーンジョブを使っていて、でアップライトはトーンジョブ2台使いなのはなぜかというと、アジコのツアーで今回はトーンジョブをあのブースター代わりにも使っていたので今2つ入っています。エレクトリックのアップライトピチカートと弓で弾いた時の音量差がものすごいので、あのボリュームペダルをかませて曲中でピチカートと弓を弾き分けるときはボリュームペダルで音量を同じにできるようにしております。で今回は EQD さんのこのゴーストエコーっていうペダルをかませていて、これはちょっと、アップライトでちょっと飛ばし系な音を出そうかなと思って使ってます。こういう感じの音になります。エヴァ電子さんの、まあ、スイッチでアップライトとエレベを切り替えて、まあ、こちらのオレンジ色のやつ DIになっていて、 DI も切り替えて、回線は別々にしています。あとはエレベの方は歪みは、メインで今ローデンバーグを使っています。ちょっと音を出してみます。こんな感じで、ちょっとアタックの強い感じの音にしたいときはここにサウンズアンプを、こういう結構なんだろうミクスチャー的な感じですかね、そういう音になります。歪みとワンコントロールさんのブルーマンガーを両方かけ、最近気に入って両方かけてるんですけれども、今日は、歪み足すを歪み足すをセットしてみました。こんな感じの音になります。セッションだったりとかロザリオスになるともっとはみ出していっぱい使ったりとかするんですけれども、今日はこのボードに収まる感じでセットしています。スイスイングスは、どっちが 1? あ、1はこのローデンバーグの歪みだけ、で2はこの合わせがけに、で使い分けてます。
このエヴァ電子さんのスイッチと DI と、まあ、電源もエヴァ電子さんなんですけれども、私が、まあ、キャビ1台でエレキベースとアップライトを切り替えて使うっていうリクエストで、割と特注っていうのかな、まあ、私のそのリクエストを聞いて、まあ、特別な感じで作っていただいたやつで、で、まあ、このペダルをいっぱいつなぐようになったので、最初もうちょっとちっちゃい電源がついてたんですけど、まあ、足りないということで今これだけ大きくなっております。で、この電源がそこに電源ボックスがあって、この電源ボックスの電源ケーブルは親出さんに教えていただいて自分で自作したケーブルです。この TC の、ヘッドを使っているんですけれども、このヘッドはチャンネルを3つチャンネルがあって、音色をメモリーしておけるので、エレベとアップライト の、 音色を別々に作っておいて、まあ、このヘッドも切り替えて使うっていう風に今は使ってます。なぜこのヘッドをずっと使っているかというと、その以前はアップライト用とエレキベース用2台ベアン並べてやってたんですけれども、まあ、このヘッドを使うことによってチャンネルを切り替えて音色を変えられるので、キャビが1台で済むというのと、あと自分で全部機材を持って、まあ、ライブハウスとかで自分でセッションとかに行くときに、まあ、このヘッドだけ持ち歩いてると、どこの小屋に行っても音を作りやすいっていうことで愛用しております。私が使ってるアップライトはカラザースギターっていうアメリカのブランドなんですけれども、初めて買ったのかな。で、今は2本所有しております。これも多分あまり作っていないので日本に入ってこないからもう手に入らないと思うんですけれども、まあずっと使っていたっていうのもあるし、音がとても好きなのでずっとこちらを使っています。エレキベースは、まあ、最近ワーウィックを使うことが多いんですけれども、まあ私が使ってるワーウィックはですね、まあ一番珍しいって言われるのがピックガードがついてるのが珍しいねってよく言われるんですけど、なぜこれを使っているかというと、このワーウィックパッシブなんですね。で、まあ、パッシブのそのジャズベスタイルのワーウィックっていうことで、割と、まあ、ずっとジャズベを弾いていたので移行しやすい、違和感がなかったというか、で、まあ慣れてくるとお仕事の時とかはなんかワーウィックの方がとても音を作りやすかったり弾くのが楽なので、まあ、最近はワーウィックを使うことが多いです。ペダルのチョイスの仕方なんですけれども、私こんなにいろいろペダルを使うようになったのは本当に EQD さんのペダルに出会って、ベースにいっぱいかけてもその音痩せがあまりなかったりとか、すごくかかりが良かったので、それからそのペダルにはまりだしていろいろ使うようになったので、まあその歴がまだ浅いんですけれども、なんかベースにもいろいろそのペダルを使ってこんなに音の世界が広がるっていうのを今体験しだしたばっかりなので、まあなんかこれからの出会いですかね。まあなんか出会ってこう自分が好きなペダルを見つけていけたらなと思ってます。